くのお姉さん五十嵐美希です。あなきこです。よろしく。よろしく。先生、今日は何をするのかな。今日はね、じゃん、このアルミホイルを丸めて、金槌で叩き続けると、ほうほう、穴じゃなくて、アルミでしょ。アルミボール、アルミボールっていうのがね、できるんだよね。なるほど、今流行ってるやつだね。そう、すごく流行ってるよね、今。しかも今日はハートマークのものを作ろうと思ってる。ハート、一緒に作ってみようか。はい、せーの、レッツサイエンス。まずこのアルミホイルをピッと、こんな感じで、いや豪快だな先生。パワフル、パワフル。これを丸めて、今、なるほど、ちょっとね、ハートマークにしたいから、なるほど、ちょっとくぼませて、ちょっとくぼみをつけて、こんな感じ、はい。あ、すごい綺麗な形に、ちょっとハートマークっぽくなってます。なってます。これを、これをこうなん、ちょっとね、手が危ないから、はい、軍手をはめて、じゃん、この金槌でこれ、ね、叩き続けるっていう。なるほど。一応ね、今回はまな板も準備して。結構強めに叩いてるんですか。そう、結構強めに叩かないと金属をね、こう押し潰せないから。いや、これまだまだ時間かかるね。ちょっと疲れてきちゃったな。いや、果てしないね、これね。これ大変だね。そう言うだろうと思って、今日は動ける人材を用意しました。人材？どうぞ。どうもー、アナヒコの兄、アナジロウだよ。びっくりさせちゃってごめんね。力仕事が苦手ということで手伝いに来たよ。じゃあちょっと先生もこれもお願いしましょう。力仕事、はい、じゃあやってみよう。せーの、レースサイエンス。絡みはサウ。アナヒコがね、五十嵐先生にね、褒めてもらうためにね、兄貴は頑張るよ。地味な作業だね。地味な作業は嫌いじゃないよ。結構形になってきたかな。楽しそうだね、これ。ね、楽しい。すごい楽しい。びしょびしょだ。これ大成功だね。大成功。よかったね。意外と大変だね。今約1時間経過しましたが、はい、穴次郎さんどうですか。こんな感じです。見てください。すごい、あ、ちょっとピカピカになってますね、これでも、はい、ずっと叩いてんですけど、はい、継ぎ目がどうしても出ちゃうんですよ。あ、このアルミホイルとアルミホイルのそうくっつきが悪いってことですか。そうです。先生どうしたらいいんですか、こういうのは。まあ、金属は叩いて伸ばすしかないので、はい、もうちょっと叩いてください。2時間経過です。ようやくちょっとずつピカピカになってきてます。3時間経過。だいぶ中身も詰まってきた感じです。結構圧縮されたので、次はちょっと削っていきたいと思います。圧縮されたんじゃないでしょうか。もう辛いです。あー、びしょびしょ、びしょびしょなんですけど。トン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 、イエートン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 、イエートン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 、イエートン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 、イエー、トン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 、イートン、トン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 、トン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 。アナヒコ、
お前が三木先生に褒められるために頑張るからな。おう、ワンアップ。ワンアップ。アナジロ頑張ってるよ。いや先生、はい、あれからだいぶ時間が経ったけど、そうだね、ハート型のアルミはどうなったかな、どうなったかな、ちょっと楽しみだね。アマジロお兄ちゃん、いやお兄ちゃんどんだけやさぐれてるの。ちょっと待って じゃなくてお兄ちゃんどうなった、あのハートのアルミは。ちょっと見せてもらえるかな。お、これのことかな。それそれよく見せて。え、あ、すごい綺麗じゃない。先生どうです。先生どうですか。あ、すごい。もう映るからすごく綺麗になってますね。あららら。先生ただピカピカにはなってないんですよまだ。そうだね。ちょっとまだね、映るように鏡みたいにはなっているけど、まだ顔が映るぐらいまでには行ってないかなっていう。なるほどね。やってる最中はどんな感じだったんですか、工程は。工程はもうひたすらこれで叩くという。強めに叩くという。強めに叩いてました。はい、これ以上多分無理だと思います。いや、まだいけるんじゃない。まだいける。え、まだいけるんじゃない。まだやらそうとしてんの。っていうことは先生、宿題かな。宿題、お兄ちゃん宿題だそうなんで、持って帰っていただいてまた次回に発表という形でよろしいですか。形で。じゃあお兄ちゃん持って帰ってよろしくお願いします。じゃあ先生お渡しください。待って、先生の気持ちを受け取ってください。お願いします。じゃあよろしくということで先生。日焼けしたね。どこで叩いてたんだろうね。ね、どこで叩いてた。野外だよ。野外でずっと叩いてたんだよ。じゃあまた次回もね、楽しみだね、どうなるかね。はい。はい。すごく難しい実験であることが分かりましたね。はい。じゃあ今日はこれでお別れかな。ね、ご覧いただいてありがとうございました。バイバイ。バイバイ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。